西馬込駅は東京都大田区西馬込2丁目にある東京都交通局浅草線の駅である。駅番号は A01。都営地下鉄の駅では最南端で東京の地下鉄全体でも最南端に位置する駅である。当駅の南側に浅草線の車両基地である馬込車両研修場がある。相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。2009年度に行われた 改装工事で、ホーム側壁と、西口改札内コンコース白色タイル張りとなった。駅長事務室は西口にある。かつては、五丹田駅、ストム管理所西馬込駅、ストム区として西間、西馬込戸越島の各駅を管理していたが、五丹田駅、ストム区に統合された。ホームは、地下3階にあるが、ホームから、南口、西口改札へ向かうには一度地下4階へと、 降りなければならない。東口改札については、ホーム道会に位置しているため、一番線ホームからで、あれば、階段を降りずに改札口へ向かうことが可能である。出入り口及び改札口は西口、南口、東口の3箇所であり、改札は西口と南口がビルの地上1階、東口が地下3階にある。西口には誰でもトイレを含む、男女別のトイレと、 上りエスカレーターがある。南口には定期券発売機があり、上りエスカレーターが階段の途中の一部分に設置されている。東口には出入り口と改札外を結ぶエレベーターが設置されている。相対式ホームの終着駅だが、どちらのホームも押上げ方面となっているため、次の列車の発車番線は通路の途中にある発車表で確認する必要がある。また、 地上へのエレベーターは前日の通り1番線ホームから直結する東口にのみ設置されているため、2番線ホームからはホーム南端のエレベーターを乗り継ぎ、地下4階経由で1番線ホーム側に回る必要があり、時間を要する。このため、浅草線各駅の時刻表には当駅での到着番線が表記されている。ホームの南側には引上げ線とまご車両研修場への引き込み線が、 設置されている。なお、2004年6月までは当駅北側に、まごめ車両工場があった。旧工場への出入りは2番線ホームの西側に、壁で隔たれたところにある、駅北側より地上へ露出する、連絡線を使用していっていたが、新研修場への機能移転によって連絡線は、廃止されるとともにトンネルも解体され、地上口近くの地下トンネルはほぼすべてが埋没し、 トンネル跡地の一部に2番線ホームと改札内コンコースを結ぶエスカレーターとエレベーターが設置された。なお、旧工場の跡地には立正大学附属立正中学校、高等学校まごキャンパスが2013年4月に開校した。2020年度の1日平均上校人員は37,273人である。近年の1日平均上校、 乗車人員の推移は、下表の通りである。第2景品上に、西馬込駅前停留所があり、東急バスが運行を担当する以下の路線が乗り入れる。ありがとうございます。